小学生の頃からオカマだったんだけど、当時の尊敬する人が三河健一だったこと。クレパスで目の周りを紫に塗ったり、同じような髪型にしたり、食事するときは、ちょびちょび食べるのが女のマナーみたいに思ってたし、みんなの会でサソリ座の女を熱唱したりしてた。いじめられても、いい女ほど嫉妬されるもの、とか思ってたし、親も必死こいて辞めさせようとしたけど、世間は私みたいなのを理解しようとしない、って言ったら母親がついに切れて暴力振るわれるようになった。逆境こそが自分を強くする、って思い、自己陶酔に浸りさらに歪んだ幼少期を過ごしたわ。中3までそれが続いてそんなオカマ取りたくないからか、高校受験の面接で落ちまくったのよ。教師に真剣に説得されて、辞める決意をしやったことが月曜の朝礼で壇上に上がり、私は今日から普通の男になります。今まで応援ありがとね。私の最後の歌聞いてください。って言ったら、死ね、だの、気持ち悪い、だのブーイングの嵐。一応高校受かっておとなしくしてたけど、タイムマシンがあるなら過去に戻って自分を殺したいわ。